大久保昭夫は、日本の声楽家、音楽教育者。1953年、東京芸術大学音楽学部声楽科卒業。矢田部剛吉に指示。1953年5月 NHK オーディションに合格。1954年2月に機械オペラこの絵秀でまろ式、青山杉作演出による、カルメンのモラレス役でデビュー。同年5月日本学劇協会。 日機械オペラ山田、工作、本人式、黒船、長戸美保歌劇団、ドボルザークのオペラ石井鑑識、青山明夫演出による、ルサルカ等にも出演した。1959年に、ドイツリート日本歌曲による、第一回リサイタルを開催した。1960年、畑中良介の求めに応じて、慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団のボイストレーナーに、 就任。以降、関西学院グリークラブ、同志社グリークラブ、明治大学グリークラブ、立教大学グリークラブ、上智大学グリークラブ、早稲田大学、コールフリューゲル、法政大学アカデミー合唱団、早稲田高等学院グリークラブ、大東文化大学混成合唱団、東京経済大学グリークラブ、品野合唱団、長崎アカデミー合唱団、 新宿混成合唱団など、ボイストレーニングの第一人者として、関東、関西で幅広く活躍。元長と美穂歌劇団所属、元東京芸術大学講師、元昭和音楽大学短期大学部教授。ニックネームは、ダグ、ダグ先生。由来は、戦後間もなく朝日新聞に掲載された漫画、ブロンディのダグウッドという夫に、髪の形がそっくりだったからだという。 一部にあるダックスフントが由来という説は誤解。ありがとうございます。